今年で25回目を迎える市民文化祭文化を楽しむ会が9月7日に周南市文化会館で開かれます。出演者で広報担当の上西達也さんにお話を伺います。心にじわーっと染み渡るような優しいメロディーでした。ありがとうございます。上西さんはギター教室も主催されているんですよね。はい、そうです。ドイツの国立音楽大学を卒業後、この山口県周南市のですね、この商店街銀南街でギター教室をやっております。はい、本場ドイツでしっかり腕を磨いてこられたんですね。あ、そうですね。はい、さてそんな上西さんも出演される文化を楽しむ会ですが、こちらは周南市内各地の文化団体の皆さんが一堂に集うとあって毎年大盛況のようですね。そうですね、毎年ですね、朝10時から夕方5時までもうたくさんの文化団体がですね、みんな一生懸命にやっていただいております。でたくさんの方にも見ていただいておりますし、毎年参加団体が増えているのも嬉しいところです。マンドリンを披露されるグループから、フラダンスですとか、そうですね、展示の方は日本画と幅広いですね。展示の部、舞台の部と分かれていますけれども、見どころはどういったところにありますか？なるほど、ですね、展示の部は、絵画や、書道とかですね、あとは、生け花、押し花、盆栽など本当にたくさん魅力的なものがたくさんありますし、舞台の部は大体踊りと、音楽を中心に、これもたくさんの方が、一生懸命やっていただいてます。広報担当としまして、見どころはと言われたらやっぱりもう全部としか言いようがないですね。そうですね、それぞれの団体の皆さんが日頃のお稽古の成果をキラッと発揮する、そんなシーンとなりそうですね。普段はですね、なかなか目にすることのない文化芸術が揃うとあって貴重な体験になりそうですね。そうですね、今回は37団体の、文化活動が参加していただくんですけれども、僕自身初めてその見てですね、こんな文化団体があるんだとか、こんな活動があるんだと初めて、知ったぐらい多種多様でですね、来ていただいた方にもですね、喜んでいただけると思いますし、またほとんどの団体が新しい仲間を募集しておりますので、もし興味がありましたらアクセスしていただくと楽しいんじゃないかなと思います。素敵な文化団体さんとの出会いの一日にもなりそうですね。 はい、そして上西先生、8年前の2016年からは寄付金やバザーの収益金を赤い羽共同募金に寄付して災害の被災地などに役立てているというふうにも伺いました。やはり地域社会への貢献という部分も大切にされているんでしょうか？そうですね、今まで総額30万円以上を、寄付してきました。被災地や紛争地に寄付してきたんですけれども、地震や台風、また戦争などのね、被害を考えるとあまりに微力な金額ではありますけれども、被災者の皆様のお心に添えるように、添えることができたらですね、嬉しいなと考えております。芸術活動を楽しむだけではなく、真心を伝えていくような、そんな企画となっていますね。そうですね。ありがとうございます。今年の開催も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。それでは最後に、番組をご覧の皆様に PR をお願いします。ありがとうございます。周南市民文化祭文化を楽しむ会にて、周南市で息づくたくさんのですね、文化活動を一人でも多くの方にご覧いただきまして、新たな仲間が増えて、そして多くの人がですね、文化活動という名のもとに、つながっていく、そんな魅力あふれる、町づくりの一端を担うことができましたら、これに変わる喜びはございません。皆様のご来場をお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
州内にたくさんの文化活動があると知ることができます。多彩な演奏や展示をぜひ会場でお楽しみください。